こんにちは。感謝してます。このテープは斉藤ひとりさんが私たちのためにお話ししてくださったものを録音いたしました。はじめの数分間ノイズが入って聞きづらいところがあります。大変申し訳ございません。それとお話の途中で終わりますとおっしゃって拍手があります。その後にもお話が続いておりますので、ぜひ最後までお聞きになってくださいね。このテープは最低でも1日1回7日間連続で聞いてください。ラッキーセブンという数字があなたに奇跡を起こします。6回じゃダメだそうですよ。ございます。何かの役に立つかわからないんでテープ入れておきます。今日はですね、2000年の、10月24日です。明日からの経済情勢とか、いろんなことをお話しします。最近多い質問なんですけど、これからの日本の経済がどうなるかっていう話を聞かれるんですけれど、経済の話の前にですね、これから10年間どういう日本に時代が来るかっていうのを話しておきます。これはおそらく変えられないし、変える必要もない、変えることができないということです。だからこれにのっとって生きないと、自分がどっちの人間になるかがはっきり、まあ、分かんないんじゃなくて分かっちゃうから怖いですね。どういう時代が来るかというと、この10年間ですね、勝ち負けがはっきりするんです。だから勝つやつと負けるやつしかいないんです。中間がいなくなるということなんです。で、中が抜けなんです。中抜けの時代が来るんです。で、どういう時代ですかっていうと、サラリーマンでもすごく優秀だから出世しちゃう人と、全く出世しない人と二通りに分かれてしまう。一気に至っては同じ会社組になっちゃう。これがサラリーマンの社会で、今までは中間っていうのがいたんですよ。で、中間というのが必要なくなるんじゃなくて邪魔な時代が来ちゃうんです。これがサラリーマンの時代なんですよ。サラリーマンもそうですよ。アキンドで言うと、儲かる会社はうんと儲かっちゃう、もう儲かんない会社はひどいことになっちゃうという、要するに中間でぼちぼちやってますというのがなくなっちゃうんです。人間もそうなんです。それで、例えばいい時代っていえばいい時代なんですけど、ホームレスになっても日本で餓死者はいないんですよ。ホームレスでも太ってたりするような、世界で一番豊かな口だから国ですから、何も勝ち組に回らなくてもいいんだっていう人はもう花から回らなきゃいいんです。問題は勝ち組に入ろうとしてても入れないぐらいですから、どうでもいいんだなんて人はもう絶対入れません。お話にも何もならないんです。で、なぜそういう時代が来るんですかっていうと、再三言ってるんですけどね、経済を勉強する時代だっていうことなんですよ。それで、日本も何十年か前はその戦争というのを盛んにやってたんですよ。それは戦争というものの醜さとか悲惨さとか、そういうのを人類が学ぶ時だから、どんなことしたって戦争って起きるんです。いいんですか悪いんですかって、今は戦争は良くないってことになったんですけど、戦争は良くないんだっていうことを学ぶためにはやってみなきゃ分かんなかったっていうのが現実ですよね。それで、民主主義というのを50年ぐらい学ばせていただいた結果ですね、今魂の修行としてやっと経済の勉強というのが入ったんですよ。で、この経済の勉強というのはどういうことを言うんですかって言った時、戦争より厳しいんです。で、経済を勉強するよりも戦争してた方が楽だから戦争してたんですよ、ね、隣の国 の人に物を売る、隣の国の人は何を欲しがってんだ、買ってもらうためには日産して出かけなきゃなんだ、相手の国の言葉を覚えなきゃいけない、
ね、せっかく貯めた貯金で何か買ってもらうと大変なんですよ。経済って大変なんですよ。それよりも軍隊強くして取っちゃった方がいいと、ね、こっちが外国語を覚えるより日本語学校つって日本語を教えちゃった方が楽であるという、楽だということの発想のもとに戦争が起きてるんですよ。戦争の方が大変だったら穴から戦争なんかしないんです。だから経済というのは戦争よりも大変なんです。だからマルクスも頑張ったんですよ、レーニンも頑張ったんですよ。でなんで潰れたかというと経済で潰れたんです。軍事力で潰れたんじゃないんですよ、ね、今北朝鮮が困ってるのも困ってるってのは経済が悪いからなんです、ね、だからどんな優秀な思想家が出てきても経済は難しいんです。だから経済というものを勉強しなきゃいけない時代が、だから実際に経済を勉強すると勉強したやつが勝ち組というのになります。で経済で負けた方は負け組になります。だから戦争でもそうだよね。我々アメリカは勝ち組になった、ちょうど日本がもう本当に貧しくてしょうがない頃に外国の映画なんか、うるわしの作品なんかでパーティーやってたらすごい美術だったりね、車の中電話ついてたりするんですよ。その後同じ頃の負けた方の日本がスイートンからの人スイートンクロに並んでんだからね。だからそれが勝ち組負け組の、で戦争でも勝ち組と負け組があったように、これから経済でも勝ち組と負け組があるっていうことなんです。それで勝ち組の方に行く人はどうしたらいいんだろうって言ったときに、徹頭徹尾自分を鍛えるしかない。いつの時代でもそうなんですけど、自分を鍛えるしかしょうがないんです。で人間は一つの法則があるんですよ。鍛えれば鍛えるほど強く、守れば守るほど弱くっていう法則がありますから、簡単なことを言うと、私はねこのところ散歩もしてないんだと、1年以上散歩もしてないから、この足は大切に守ってたからすごい力出しますよとか、そんなことは絶対ないよ。毎日散歩してたような人間はしっかり歩けるけど、毎日体をね守り抜いてたら体がすごい力出すなんてことはないのと同じように、はい、ということなんですよ。だから人間の体ってのは鍛えりゃ鍛えるほど強くた。だから経済でも日本の銀行がなぜ今世界でね、この借金しょっちゃって手たらくかというと、国がただ守ってただけなんです。で守れば弱くなるんです。で日本人も経済にうんちなわけじゃないんです。今生命保険会社もバンバン潰れてるんです。だから、信じてたのにとかっていうのは通らないんです。要はちゃんと調べなきゃ預けてたお金もなくなるんです。要は守りすぎてただけなんです。ちょっと守んなくなれば誰でも強くなっちゃうんです。でそれが続くということです。で自分を鍛える、鍛えるにはどうしたらいいかって、危険が迫ってくれば誰だって鍛えられるようになってるんですよ、ね、で商売もそうなんです。で仕事でよくこの前斉藤さんのところの仕事をすると辞める人はいないんですかとか、潰れるところ人はないんですかとかっていうのね、とそれに対するお答えなんですけど、サラリーマンでも何でもそうなんです。絶対にクビにならない会社がありますかとかね、そういうのはないんです。ありえないんです。でその中で自分をどうやって鍛えていくか、それでどうやったら勝ち組の方へ回れるかという形なんですよね。でこれはあと10年過ぎた時に本当に勝ち組と負け組で分かれていいんだろうかっていうこともなります。あとそれから10年間は不況は治らないんです。でなぜ不況が治らないかっていうと、勝ち組と負け組がはっきり分かれとどういう形になるかというと、勝ち組のやつ絶対黙ってるんです。うんと儲かったって言わないんです。儲かったやつは儲かったって言って得なことはないんです。税務署が来るか寄付が来るか、いずれにしろ得なことは絶対ないから、うんと儲かったやつはだんまり来るんです。目立たないようにするんです。でないやつは税務署も来ない、泥棒も来ない、
ね、何言ったってもう大丈夫だから、ないやつは騒ぎ立てますからね。で当然負け組というのはサラリーマンの方でも出てくるから、就職の できない人ね、会社が潰れた人、それが騒ぎまくります。で騒ぐとマスコミの方をそっちに向かってずっと騒いで、儲かってる方が内緒にしてる、マイク向けてどのぐらい儲かってましたかって言っても、とか言わないんですよ。私もこれから本当は言いたくないんですよ、ね、言わなくなっちゃうんですよ。で取材してても緊迫感も出ない、ね、聞いたことは答えてくんない、ね、そんなことは誰も言わないんですよ。でそういう時代になると好景気で儲かってるやつがいても必ず就職できないやつがいる。だから昔のように全員が就職できちゃうとか全部の土地が上がっちゃうということはないんです。勝ちと負けがはっきりするんです。で10年これが続くと思ってください。10年経った時に新しい価値観が生まれます。その価値観って何ですかって言ったのは、大金持ちになっちゃうやつとかそういう人間はいつまで隠しておくんじゃなくてね、外車3台買いましたとか4台買うことが世の中のためになってんだ。大金持ちはでかい家建てるとかがお金を回す世の中の役に立ってんだっていうのが分かる時が来るんです。もう妬みもクソもないんです、ね、いくら稼ぎましたっていうのが自慢じゃなくて、私はいくら使いましたとかということが立派なことなんだということの価値観が変わる時があるんです。でそれまでにどうしてもね、あと10年ぐらいはかかっちゃうんです。で10年も経ってくると、みんなが経済の勉強やなんかしてくるとね、金持ちは妬みで金持ちに金使わせないよりも、金持ちはおだてて使わしちゃいと、ね、使っちゃえば回ってくるんだと、どうせあそこにはバカ息子がいるじゃないかとかね、あいつをだてら使っちゃうとか、ね、そういう良き時代に入ってくるんですよ、ね、それを今は悪だとみなしてる、ね、あそこの息子は能力もないのに会社乗ってるとか、ね、みんながね能力なんかあったらたまらないんだよ。中にアホが出てきて親はがっちり稼ぐけど息子は使っちゃうとか、そういうようにそれが流れなんだ。経済の流れはを見抜ける時代ね。ね、だから税務署もそう、何も誰も金持ちにはね、俺も使えねえんだからお前も使わせないぞって言ったら苦しくなっちゃうんですよ。そんなことが分かる時代ね、それが10年先に来るのだけど、その10年先だって勝ち組に回ってなければ要は何もないんですよ。で勝ち組に回るためにどのぐらい自分を鍛えるかで、鍛える方が楽しいんです。だから仕事は楽しいよって何ですかって言うと、何もしないで儲かるんじゃないんです。鍛え抜けば儲かるんですよ、ね。仕事というのはまず製造なら私が製造メーカーだからしっかり製造する、鍛え上げていい製品作らなきゃ売れないんですよ、ね。で売る人もどういうふうにしたら物が売れるかで、アキンドというのは芸能人と同じなの、いかに贔屓してもらうかな、エコ贔屓の世界なの、ね、学校の先生ぐらいなんだよ。エコ贔屓しちゃいけないか、しちゃいけないってことはしてるんだよ、わかるかい。そうすると憎たらしいガキで逆らってばっかしいること可愛くていい子がいたら誰だってそっち贔屓するに決まってんだよ。しちゃいけない先生だってそうなんだよ。それを自分で貯めた金使おうなんてのがエコ贔屓するに決まってんだよ。感じのいい店員さん行ったらそこで使おうとかね、100メーター歩いてたって隣の感じの悪いババアから物買いたくないとか、そうなんだよ。だから便利だったら買ってくれるようなものじゃないんですよ、ね、だからがっちりお客さんにエコ贔屓してもらえるような人間にならなきゃダメなの、わかる、ね、だからこれから間違いは修正されてくる。よくイエスマンばっかり集めたから会社が潰れたって言うけど、そうじゃないよ。社長がこれをやれって言ったらはいっていう社員はいい社員に決まってんだよ。そんな優秀な社員を集めといて潰れたのは社長がよほどバカなんだよ。ろくでもねえ作戦を立てたんだよ。でそんなろくでもない作戦でも持ったのはイエスマンがいたからなの。いちいち逆らうやつがいたらもっと早く会社潰れてんだよ、ね、
社長がこれやってやるよっつったらはいっていうのは優秀な社員なのね。優秀な社員がいるのに会社を謝るようなことはしちゃいけないんだよ。わかる？だから口答えするような社員なんか集めたらダメなのね。優秀な社員を集めなきゃいけないんだ。わかるかい？ね。でその優秀な社員を集めるのにはどうしたらいいかというと、俺は人相見だからわかるんだよ、優秀な人間が。で人相はどういうふうに勉強しましたかというと、嫌なやつを雇うと働かねえくせに文句を言うんだよ。でクビにするときに大変な思いするんだよ。でそういう思いを5回か10回すると誰でも人相見になっちゃうんだよ。で会社に来た時は真面目に働きますようなこと言うんだよ。でも本当かなと思ってじっと見るようになるんだよ。だからどうやったら人相が見れるようになるかというと、血の出るような苦労をすりゃ誰でもなるんだよ、ね、実践しかないのね。それで私のには10人の部下がいる、okay？ ね、この10人の人たちを優秀なのを集める、ここが難しいんだ。いいかい？織田信長を明智光秀が殺したんだよね。分かったい？でね、織田信長を明智光秀が殺したんですよ。そうすると織田信長がこういうことを言ったからだと、ああいうことを言ったからだと、あいつはずっと言ってたんですよ。で織田信長が悪くて殺すんだったら部下が何万人もいるんだからもっと早く殺してるんですよ。だけど殺そうと思ったのはあいつ一人なんだよ。だから殿様殺そうなんてやつをそばに置いちゃいけないのね。同じにいたって秀吉は殺そうなんて思ってないんだよね。わかる？前田利家だって織田信長のことを殺そうなんて一人も思わなかったの。そういうことを思うやつをそばに置いちゃいけないので、それはずっとこうやって見てると何でも能力主義だっつって能力能力を追っかけるからいけないの。何を言ってるの？能力もあって性格のいいやつを集めるんだよ。でそれをじーっと見抜くんだから、俺は10人作ってそれで十分なの。20人作ろうなんて思わないの。それと同じように和美さんは自分の直属の部下をそういう人間しか集めちゃいけないの。そう、その下が悪いことしても直接は被害が及ばないの。でも今度は戸田君やなんかが集める、自分が使う人はそういう人を集めなきゃダメなんだよ。性格も良くて能力のある人、数なんかいらないのね。何人うちは部下がいる、部下の数なんか誇ったってどうしようもないの。大社長がね、考え事したり旅行したり、俺半年に1回も自分の会社行かないの。で自分の会社を行かなくても運営されてるんだよ。ですごいですねなんつって俺の真似したら潰れるよ、ね、なぜかって本社に集めた人は働き者しか集めてないので、働き者しか集めてないから俺がいなくても働いてるんだよ。ところが私はね、会社9時だけど8時半からいます、ね、7時に終わったら8時までいますって要は見張ってんだよ。見張ってねえなきゃ働かねえようなやつばっかり集めたんだよ、ね、うちは見張ってなくても働く人間ばっかり集めてる。わかる？だから俺が旅行に行けるんだよ。だからここが社長が旅行とか外に行けるっていうのは行けるだけの段取りをしてるんだよ。ね？それでじゃあどうしたらこういう会社を作れるかっていうと、それはコツがあるんだよ。まず10人いなきゃできないことを7人でやる。そうするとむちゃくちゃ忙しいんだよ。むちゃくちゃ忙しくなるとどうなるかっていうと、2人は辞めちゃうんだよ。そうすると5人でやるしかなくなっちゃうんだよ。体の方も慣れてきて不思議と5人で倍の仕事ができるんだよ。ね？すると倍の仕事をやってると、5人で倍の仕事をやってんだから大概は儲かるんだよ。ね？でよそよりパート代が100円出したからったって倍働いてんだから会社は大したことないんだよ。でそれでも残ってるやつは根っから働き者なんだよ。だから根っから働き者だから働くんだよ、ね、そうすると新しいのを次々と募集するとむちゃくちゃ働いてるとこだから怠け者はたちまちいられなくなって3日で逃げていくか1週間で逃げていくんだよ。それでも残ったやつは働き者なんだよ。で働き者は働いてりゃ体の具合がいいんだよ。で怠け者は働かすと病気になっちゃうんだよ、ね、ところが働き者っていうのは遊ばしとくと病気になっちゃうんだよ。だから働き者だけを集めりゃいいんだよ。わかるかい？
そうすると俺はその人たち働き者だね、ありがたいねって心から言えるんだよ。ね。これが大切なことなんだ。そうするとうちはそういう働き者がいっぱい集まってきて分かってくれる人なんだよ。分かってくれるところだからその人たちも嬉しくてしょうがない。ところがうちの会社が潰れちゃうとその人はよそに働きに行かなきゃいけない。そうするとクソもみそも一緒にされちゃってね、かえって上役かなんかにあんたばっかり働いちゃダメと働いて怒られるようなとこ行っちゃうんだよ、ね、だから働き者が苦労しちゃうんだよ。だから働き者が堂々と働ける会社を作らなきゃだ。それには少数精鋭主義ね。で少数なら精鋭になる。楠木正成がですね、ね、山にこもった時に楠木正成が声かけると集まるといった人間が1万人いたのよ。それの中から自分の直属の部下だけを連れてね、山にこもって砦を作って、で十何万の大軍が来たの。その大軍をたった500人でずっと耐え抜いたので、500人で耐えたからすごいんじゃないの。500だから耐えられたの。しっかりした、どんなことしてもね、こいつらは逃げないっていう部下だけを連れてったの。だからどんなに敵が来ようが石ぶつけたりうんこ巻いたりね、本当に何でもやったんだよ。その結果ね、耐えに耐えて耐え抜いたんだよね。で敵が10万超えば、10万食って毎日10万食いるんだよ。1日3回目行くと30万食目印を打たなきゃなんないんだよね。そうすると30万食の分山の上までえっちらおっちら運んでたらどのぐらいの人数がいるんだって。そんなものをね、よその国で調達なんかしたら反乱が起きちゃうの。で鎌倉から10万も大軍出してたら鎌倉の方がひっくり返っちゃうに決まってんだ。タイに耐えてりゃひっくり返っちゃうんですよ。それを俺には1万集めて、1万ぐらい集めたって10万の敵ではどうせ勝てないんだよね。だからしっかりしたものを集めればね、斎藤さんのところはなぜ10人なんですか。10人では十分なのね。みんなもそうなの。自分のところにしっかりした部下を集めるので、社長が鍛え上げるのね。鍛え上げたら社員もしっかりした鍛え上げたのが出てくるの。 A 面はここまでとなっています。引き続き B 面をお聞きください。鍛え上げたら社員もしっかりした鍛え上げたのが出てくるので、誰もいなかったら自分でやればいいの。自分一人でやればいいのね。それが仕事なの。だから勝ち組に回るか負け組に回るかっていうのは自分の鍛え方の、で部下の鍛え方なの。だからうちはそういうことをしてるから、ごめんなさい、ちょっと途中で電話入ったんで話がつながんないかもわかんないんですけど、うちはですね、よそと違って鍛える。でここが問題なんですけど、鍛えるって磨きゃ光るってことで、誰磨いても光るんじゃないですよ。ダイヤモンドだから光るんで、軽石なんか磨いたらガリ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 やれることだから、まず素材をしっかり集める。で素材のいいのを集めてそれを磨きかけて叩き上げると。でこれが、うちの会社のやり方なんです。わかりますかね。で鍛えれば鍛えるほど強くなるんだと。だから自分のところへ来た人間を鍛え上げてあげるんだ。自分のところへ来た部下を鍛え上げてあげるんだと。で弱いまま返しちゃうと、うちを辞めようがどこへ行こうが負け組になるか勝ち組になるかしかないんです。でうちは勝ち組を養成するところなんです。でうちに来た人、ついてきた人は全部勝ち組なんです。だから楽して勝ち組になれるってことはないんです。実践ですからね。少林寺拳法だろうが極真空手だろうが、入門したら強くなるってことはないんです。もう入門したら直ちに厳しい練習に入るんです。その結果強くなれるんですね。で実践しない限り強くなることはないんです。空手の本1000冊読んでも強くならないです。水泳の本100万冊読んでも泳ぎません。必ず水の中に入るんです。で我々はそうやってやって鍛え上げる。それからいい人間をずっと選ぶんです。だからこれからこのテープを聞いた人は誰でも人相見になります。もう勉強の必要なんかないです。ひどい目に遭えばいいんです。人間っていうのは人生で苦労をしている時が人生の勉強をしている。人を使って苦労をしている時が人使いの勉強をしている。
全てが勉強なんです。苦しんでる時が最高の勉強なんです。わかりますかね。だからこれから我々は全員一丸となって勝ち組に向かう。でこういう世の中なんです。でこの世の中がいいとか悪いとか言っててもしょうがないんです。戦争が始まったら一生懸命戦争して生き残るんですね。あのうろうろしてて弾に当たったらえらいことになりますから、負け組に回らない。で勝ち組に回るんだ。わかりますか？今マイクへ向かって話しかけて。わかりますね。はい、終わりです。続きいきます。これは具体的な話ですよ。それで勝ち組に回ってプロになると。で成功者とは何かというと、どのぐらいそのことにこだわれるかなんですよ。執着できるかな。学校で教えたのとほぼ全然違いますよ。ね、エコシーキするなとか執着するなとかって違います。エコシーキしてもらえる人間になる。それから執着するんです。蕎麦屋なら蕎麦の味に執着するんです。で執着して執着して味のいいの作るなんてのは当たり前。その他笑顔がどのぐらいいいかについて執着するのね。はいという返事はどの音で出したら一番感じがいいか、これに執着するんですよ。だいたいお客に言われたはいとかご注文いかがですかぐらいしかろくな口聞かねえんだから、その少ないセリフぐらい見事にね、練習しなきゃダメなの、プロとして。それから店の中が綺麗なんてのは当たり前ね。だけどウジ虫じゃねえんだけど、客は店の中から湧いてこないの。暇な時は店の外からずっと自分のところの店見て、どうしたら入りやすいかを追求するの。こだわってこだわって追求して追求するの。だから面白いの。仕事は面白いよって、なぜ面白いんですかって言うと、どんな趣味でも何でもそうだよ。執着したから面白いんだよ。切手集めだろうが、ね、サーフィンだろうが、執着して一生懸命やるから面白いの。ね、仕事が面白くないんですってやつで、仕事一生懸命やってるやつ見たことないの。ね、あんなダラダラやってて面白いわけがないんだよ。と仕事は面白いですよって言うと、楽して儲かると思う。楽して儲かんねえから面白いの。麻雀でも何でも、一人でやってら何個だって上がれんだよ。ね、相手がいるんですよ。そこを上がるから面白いんですよ。だから面白いって何ですかって、斉藤さん流の面白さっていうのは難しいことに執着して執着するので、難しいことをこなれるから、それのご褒美のごとくお金が入ってくるんだよ。だから面白い。で面白い上に儲かるよっていうとね、何もしなくて儲かると思って、何もしなくて、そんなの面白くも何ともないの。前ね、俺知り合いがパチンコ行って、パチンコでこれこの台出ますからってずっとやってたら出ないんだよ。ね、玉くれるんだよ、そこ玉くれて出ない上に、で釘師が来て俺のために釘を広げてくれたんだよ。面白くないこと言ってるし、それでそんなんで取ったって換金もせちゃうやりたくないのね。やっと取るから面白いんだよ。でプロっていうのはそれを確率よく淡々と取る人なんだ。パチンコのプロだってパチンコに執着してっからできんだよ。なんだって素人とプロの違いってのは、そのことにどのぐらい執着できるか、執念燃やせるかなの。でどのぐらいそれを追求して追求できるかなの。そばの味追求して店が最高に感じよくて、すごく入りやすい店で、そこまでやったのにうちには客が来ませんとかってやついたら、俺お目にかかりたいよ。だからそんなことありえない。おめえが思ってるだけで一つも感じよくないよ。このそばのどこがうめえんだよと、ね、もっとしっかりしなきゃいけないの。それがお客が来てくれるということで分かるの。自分が成功した、自分が努力が本当に方向転換、方向が間違ってるかどうか、それはお客さんが来てくれるから分かるの。現金が儲かるから分かるの、ね、しっかり自分は金儲けするんだと思って一生懸命執着するの。執着が足りないの。だから面白くないのね。分かった。昇進に執着するの。うちの場合だったら昇進は社長がやってくれた、私の仕事なんだよ製造は、ね、あなたたちは残りの2つなのね。感じのいい自分と入りやすい店作ればいいの。プロとして当たり前なの。
それを磨いて磨いて磨き抜くの。ね、お店なんて暗い店なんか入るやついないの。ね、暗がりがあっちゃダメなの。夜になってこうやって見てね、自分のとこどこ暗いだろう。店の中から見るんじゃないの。外から見るの。ね、黄ばんだ紙が貼ってある。ね、かけてある額が斜めになってる。そんな店に誰が入るんだって。もっとしっかり自分のね、目玉開いてよく見るの。ね、あんたのやってる店はあんたが客だったら行かないような店なんだよ。しっかりとね、プロの認識を持って見てかなかったら、それで私は勝ち組になりますか負け組になりますかなんて俺が答える必要ないよ。あんたが一番よく知ってんだろう。ね、勝ち組になるから楽しいので、勝ち組になるために知恵使うの。商売ってのは頭から汗かくので、体からも汗かくの、両方なのね。山の中のお寺の坊主じゃねえんだから、ずーっと頭だけで、ね、座禅なんか組んでる暇ないの。俺たちは誰も寄付くんないんだよね。俺たちは物を売って商いしてるの。買っていただいて生きてるのね。わけのわかんないこと言って寄付いただいて生きてる人間じゃないんだよ。しっかりしなきゃダメなのね。人間は強くなきゃ生きられないんだよ。だけど優しくなきゃ人間じゃないのね。分かった。帰ったから社員もしっかり鍛えてあげるの。よくパン屋さんやなんかでね、人使いが荒いとかっつって、あのチラシ配らしたりいろんなことするパーマ屋があるけど、ああいうとこで修行した人って自分が店出した時しっかり生きれるの。お客が来ないでただぼーっとしてるようなとこは楽なように思うけど、自分が店出した時潰れちゃうんだよ。愛でも何でもないの。分かるかい、ね、俺たち仕事してる、保証人になってくださいって来るの。息子が仕事してて親が保証人になったりするの。絶対なっちゃダメだよ。なぜかっていうと、潰れた時ね、お前うちに 家に来てな、ご飯ぐらい食わしてあげるから、保証人になってなきゃ言えるんだけど、子供が潰れた時親の家まで捕らえちゃったら、子供が路頭に迷ってホームレスになるしかなくなっちゃうんだよ。お前が借金しようぐらいだったらお前の腕が悪いんだと、もう一回鍛え直せとね、今のまま潰れちゃえと言えるぐらいの親じゃなきゃいけないの。どれが愛かをしっかり考えなきゃいけないね。俺も納税日本一になるといろんなとこからいろんなのが来るの。寄付してくださいって、この前のあれじゃないけど、俳句の会で寄付してください。てめえが俳句作るのになぜ俺が寄付しなきゃなんだろうね、レジャーだろって。それ俳句の会の人間が1000円ずつ出し合って自分たちが仮番でも何でもすりゃいいの。なぜそんなものを人の金を当てにするんだってね。お金出さないと金持ちは汚いって言うけど、人の金を狙ってるやつを汚いって言うんだよ何考えてんだって、ね、しっかり勝ち組負け組がよく分かれる時代が来るんだ。今はね、勝ちと負けのお金中がいるんだよ。中がいなくなるの。あなたどっちに行くんですか。今ならどっちでも行けますよ、ね、あんたどっち行きたいの。それを言いたいんですよね。分かった。執着するの。執着して執着して執着して芸能人のごとく不安を作るの。ひいきしていただけるような人柄になるの。これしか勝つ方法はないの。どんなにうまいこと言っても他にないのね。これから宗教家だって勝ち負けが出てくるんだよね。心の問題を話してる人間だって、うんと客が来る人と全然相手にされて、全てのもの、私は精神世界にあります。精神世界だって勝ち組と負け組が出てくるの。わけのわかんないこと言ってるやつなんて聞いてもらえないよこれからね。熱入ったでしょ。以上です。はい、芸能界は例外だって話します。芸能界はなぜ例外かっていうとね、芸能界っていうのは好きなことやってんのね。好きなことやってなんとかおまんまが食えんのは芸能界ぐらいだ。でその代わりみんながやりてえから著しく、なる確率が少ないということなんですよ。でじゃあ普通の人は大概何してるかっていうと、大概は人の苦手なことやってるの。人の苦手なこと、例えば、誰だって穴の中掘って穴ほじくってるのが嫌だとかってやついるじゃない。それは穴ほじくってるとか
屋根の上上がってるとか、おおよそ人が嫌なことがあるんだよ。それを一生懸命やるしかないんだよ、ね、だから 99.9% までの人は大概人のやりたくないことやってる。それでもそのやりたくないことの中にも神様が摂理としていくらかは好きなことだったんだよ。他のことね、だからジムでこうやって腰掛けてこうやってやってジムねやってる人いるじゃない。あれやりたかねえんだよ。ね、今日休みだからジムやるかゴルフやるかって言ったらゴルフ行きますって言うんだよ。本当はゴルフのプロになりたいんだよ。だけど食っちゃいけねえんだよ。だから何か嫌なことしてんだよ。誰でもそうなの。プロになるってことは自分の人の嫌がることをやってあげて初めてお金になるね。そうすると天が与えてくれた才能っていうのは芸能界以外の人はその中から喜び見つけるしかないのよ、ね、屋根瓦屋を一生懸命やってたら俺が作った屋根ピシッとしてるなとか、よそより5年持つとか6年持つんだよとか、何かそこに楽しみを見出すのね。私に向いてる仕事ありますか、そんな知らないよ。100回も職変えりゃどれかめっかるの、ね、なんかで生きていかなきゃなんないんだよ。でそしたらそこのこれで生きようと思ったものに熱入れるの、ね、99.9% の人はね、嫌なことしてるんだよ、ね、で大概自分が芸能人になれるかなれないかぐらいは分かりそうなもんなんだよ。一番気の毒なやつはもうちょっとでなれそうなやつとかいるんだよ。でもうちょっとは全然金になんねえんだよ、ね、歌もうめえやついるんだよ、ね、もうちょっとってのは一番親戚も困るんだよ、ね、当人も諦めがつかないで、我々は運よくもうちょっとで手が届かないところにいるから他の仕事に正々堂々といけるんだよね。だけどあんなものはもうごくごくまれ、もうまず自分はなれないと思ってりゃ間違いないのね。だから俺たちはそんなものにはなれないの。それより自分がどれの道で行くかね、アキンドの道で行くと言ったらアキンドの道をずっと貫くの。屋根瓦屋になったら屋根瓦ずっと貫いてね、高いとこでも何でも上がってって何かやるのよ。それしか生きる道がないの。何だって勝ち組と負け組に分かれるしかないの。いやいややってるやつが負け組なの。どうせ働くのね、いやいややったら働かなくていいんですかって、そんなことは絶対ないの。間違いなく働かなきゃなんだよ、ね、で働くってことは旗が楽になるほど働くの。会社行って自分の仕事終わりました、自分の仕事が終わったぐらいで働いたって言っちゃいけないの。働くってのは隣の人の仕事まで手伝ってやるの。それが働くってことなの。全然旗が楽してないようなやつが働きに来たよなんてとんでもないこと言っちゃいけないのね、うちの会社は旗が楽になるほど働くの、ね、大社長で言うともう1万人分ぐらい税金払ってんだよ。旗が楽になるほど働いてんの。そこの弟子になったんだから自分の仕事が終わりましたじゃないの。自分の仕事が終わったら人の手伝うの。さっさと手伝ってやるぐらいの人間が勝ち組の行くの、ね、自分の仕事はそつなくこなしてます、その程度が負け組行くの。勝ち組と負け組がはっきりするよってのはどういうことですか。しっかり働いてね、旗が楽するぐらい働いた人間が勝ち組行くの。自分の程度の仕事をして、そのうちその程度だったらコンピューターでできますとか、その程度だったら出張社員でできますとか、必ずそういう時代が来るんだよ、ね、でその程度が負け組だよ、ね、私はそつなくやってるから勝ち組でしょ、とんでもない、あんた負け組ですよ